皆さんこんにちは、あやかです。今日は私が今カナダでね ECE の資格を取る1年間のコースのカレッジに入るまでの英語力、まあ、入学するための英語力がどれぐらいあればいいかっていうのをねお話ししたいと思います。たまにね、まあ、インスタとかでメッセージをねいただくんですよ。 ECE に興味ある方からね、あの来年から行こうと思いますとか興味ありますみたいなのね、ありがたいことにあのメッセージをしてくださる方がちょいちょいいてですね、まあお答えしたいなって思うんですけれども、私がね、まあじゃあまず英語力がどれくらいかっていうと、ほんまにアホようね、そんなんでなカレッジ目指したなって思うぐらいほんまに絶望的で、 B 動詞もわからへんって感じやったんですよね。で最初私はワーホリで来て3ヶ月 ESL っていうね、あのイングリッシュセカンドランゲージスクールっていう、よくみんなが行くようないろんな国の人が集まって勉強するみたいなところに行ったんですけれども、そこではね私あんまり成長しなくてって言ったらおかしいけど、ボキャはちょっと増えたし、言い回しも増えたし、コミュニケーションもまあ意思疎通できます、合ってるか分からんけどみたいな感じ、クラスも上がったりしたけどうーんって感じでしたね。あ、ちなみにクラスはほんまに下からでした下からスタート、もちろんだって英語力ゼロやからね。でまあ私がね目標にしてた感じの英語の習得がちゃんと理解するって感じだったんですよ。このなんとなくコミュニケーション取れたらいいわみたいな感じじゃなかったから、まあゆくゆくカレッジに行くし、やっぱ専門的なやつを学んでいくからちゃんと分かっとかなあかんわって思ってたから、その後ね3ヶ月間また日本人のための日本語で教える、まあ学校、軍隊みたいな学校があるからみたいな聞いて、おおいいやみたいな感じで行って、そこでもう毎日ねほんまにいい年したさおばさんがさ泣くぐらいさ辛かったまあ今考えたらそう、泣くぐらいもうストイックに短期間で頑張っとったんやなって思いますけども辛かったね。でもあの1ヶ月で中学校の文法全部やって、また1ヶ月で高校の文法全部やって、合計2ヶ月間で中から高の通常6年間でねやる英語を2ヶ月にキュッてやってね、なんとかやろうぜみたいな感じやったんで、みたいな学校でしたね。で3ヶ月目の残りの1ヶ月でプロナウンス、あのフォニックスの練習をしてって感じでした。だから文法を頑張ったのは2ヶ月間だから、最終的に言うと2ヶ月でマジ死ぬ気で頑張ればあの入学できるぐらいにはなると思います。無茶な話でもまあ不可能じゃない。ただ、まあ、まあ2ヶ月じゃなかったとしても、やっぱり文法を中学高校のやつを、基本的なやつを全部習得しといた方がよろしいかと思われますねまあね、あの仮に受かったとして、私みたいにねもうギリギリ受かりました。私もあのボキャブラリーはやっぱ無限すぎて、まあ手の施しようがないから今更やっぱ文法で解きました。問題も入学試験も。でちなみに入学試験は IELTS 5.5 のレベルですね、その学校は。 IELTS 5.5 あればもうそのままあの入学できるんですけど、私は IELTS 5.5 なんで、まあ受けたこともないしって感じなんですけど、ないからその学校の入学試験、オリジナルの入学試験を受けて、その入学試験が IELTS 5.5
波の難しさですよって感じなんですけど、うん、で他の学校よりか低いかもしれないですよね。まあ大学とか行くともっと7とかいるんじゃないかな、 6.5 とか分からんけど、はい、まあそれはちょっと難しいですよね、英語ゼロから。まあそれは置いといて、あと数学とエッセイがあって、数学はまあ勉強せんでもいけんちゃいますかね。まあもちろん英語で聞かれるんですけど、文章はまあ文法じゃない、あの何、分数とかそういうのや、まあできればいけると思います。あとエッセイ、やっぱ文法や分からんとさ、エッセイ書けへんかなって思うから、うん、で入ってからもね、やっぱ読解力が必要やからね。まあ私がねどうやってやっ勉強してたかっていうのをちょっとだけ見せようかなと思うんですけども、こういう本をねで、こうやってね文法区切って、何が SVC とかさ、これ動詞副詞とか、まあそういうのが分かれば大丈夫ちゃうかなって思います。もうみんなで頑張りましょうということで、まあまとまりないんですけど、とりあえず文法を中学高校やっておけば大丈夫、入学はできるという結果でございますはい、じゃあもう今日もまとまりないですけど、最後まで見てくださってありがとうございました。それではまたね、次の動画でも学校の様子をねシェアしていきたいと思います。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。